ははいいどうもロスティアです、はい、えー、と今日はガチでおはようございますというかマジでなんか今日ねあの、まあ、まずねどちゃくそ寒いやんかまあなんかえっ、ー、と関西エリアだけではないのかな多分その全体的に多分そうだと思うんだけどなんかものすごい寒波が来ててんか 例えば、なんか俺の友達が言ってたんだけど京都の方でもなんか結構な雪が降っててなんか電車が止まったりなんかしてるらしいんだけどまあ JR すぐ止まるからねあれはまあちょっとあれなんだけどえっとまあねこっちの俺うの俺の方でもちょっと雪が舞ってたりとかするんで今は降ってないのかな多分だと思うけどあの夕方ぐらいに普通に降ってたしえっと朝方も普通に降って てたのもああるんでまあ、ね結構ねあのー、がっつり目に冷えててあのー、まあ風そうやね風が強いのもあったりめちゃくちゃ風強いんなんかガタガタなんか物が揺れてるぐらい風強かったりしたんよね特に昼間とか夕方とかはねだからまあその寒さもあると思うんだけどだから多分あのー、言うてまあ寒いよもちろん寒いんだけど あの昼間のね体感は俺だから昼間ちょっと外出てないからあのどっちかっていうと朝と夜の方が外出てるからその時期はほんまに寒いんよ実際今もさっきもちょっと出て寒かったけどあのーえっとね昼間はね家の中というかまあ室内にいたらそうでもないあの家とは限らんけど室内にいたらそこまで言うほど寒くはなくていや言うほど寒くないっていうかその本当に寒い日と比べて。 ちょっとマシかななみたいな感じだよ言ったらねだからまあなんかあれだなと思うけど今日はほんまにこの時間はマジでやばくてまあそれもあってちょっとね布団に入り込んじゃってるとまあなんか寝不足だったのかななんか寝ちゃったんよね。まあこういう風にさ寝れる時はいいんだけどさ逆に寝れない時寝ないだからね最近なんかやたら変な時間に眠くなっちゃうんだよね。 あのうん、俺も今日だってさそもそもその夕方とかに寝る気なかったんだけど普通にねちょっとまあ用事もあったけどもうその用事もさ明日にかまあねこれ,これに関しては雪が降ってることもあるんだけど <laughs> 寒すぎるっていうことは明日の夜ちょっとはマシかなっていう希望的観測でやってる部分もあるんだけどはいえー、っとまあそんな感じですね。 はいえーとまあ、ここ数日というか、まあ、3日ぐらいかなずっとひとみクリスチャンとかそれ界わいの話とか、まあ、あとホロライブの,その初期の話だとかそういう話をちょっと、まあ、あとイリアムねとかの話、まあ、イリアムの話はしてないんだけどイリアムのねで活動してる某あの V 界わいのお仏という呼ばれている人物の話をしたりとかマクタンね。 とかまあいろいろとまあ語ったりしてたんだけどえっとまあ今日はもうその話はまあその話もちょっと引っ張ってる部分もあるんだけど基本的にはその話は置いといてあの今後の展望ということでこれね2月まあ言ったら来月ね来月中に行けるかどうか分かんないから3月になるかもしれないしもしかしたら4月とかになるかもしれないんだけどまあ4月ぐらいまでには。 ななんととかしたいいっていうことが一個あってそれがまあ立ち絵ですあの 2D モデルではなくて立ち絵ですあの動かないまあ言ったらその V の人とかでもその動かない立ち絵ってあるじゃん。あの言ったら 2D モデルのベースになってるやつ動かないけどほぼ同じ形のやつねあれを作ってもらおうかなとあれを作ればそこからそのモデリングしてもらうこともある程度そのスムーズにできるし金額的にもそのこっちで一応払ってるから <laughs>。 そ,れでその原型がある分多少安くなったりもするしその作りやすかったりもするしその計画立てやすかったりもするからまずその側の姿を作ろうっていうのが今。 あの進んでてまあ結構ねその VTuber 準備中ってやってる人の大半ぐらいが立ち絵しかない人って多いんよね。あのー、言ったら動く側はないけど立ち絵はありますみたいな状態で配信やってる人結構いるからまあなんでかっていうと側って高いからね 2D モデルって高いからその立ち絵だったらまあ1万2万3まあ高くても34万とかでなんとかなるから。 あの大体の人がそういう方法を取るんよねその金額ならなんとか出せるからあのモデリングってなると安く抑えようと思えば確かに何万とかでいけるんだけど正直クオリティは下がるしその駆け出しのモデラーみたいな人になっちゃうからそのちゃんとしたものをめちゃくちゃ綺麗なその側を用意しようと思ったら10万は少なくともかかるから。 まあ10万までいかなくてまあでも10万はかかるねもろもろで結局あの安くても10万でも足りないかもしんないぐらいまあもっと本当にそのお有名なさそのモデリングをやってる方とかに頼もうと思ったら下手したらもう1桁ぐらいいくかもしれない下手したらというか普通にいくかな多分ね だからまあそういうのもあって結構その 2D モデルは持ってないけど立ち上は持ってますみたいな人多いからまあ俺もそうなろうかなと思ってます。これに関してはさっきも言ったけど春までにはまあこの冬のうちに何とか仕立ててもらおうかなと思ってますね。 はいえーとまあ、これに関してはなんかツイッターでちょっと水面下で動いたりしたんだけどその今ツイッターをロックされるというツイッターロックマンをやられてるんで <laughs> まあまあそれもあるんでちょっと今ちょっと動けずにいるから、あのー、昨日の話でもあったあのココララあそこでちょっと依頼しようかなと思ったりしてます。はいまあ、これに関してはその納期まで時間かかったりするんである程度ね時間もかかるものなんで、あのー、じ,ゃあじゃあ依頼しましたお金払いましたですぐできるわけじゃないから、まあ、ちょっと。 すぐにはどうこうではないんだけど、そういうこともあります。で、おひで完成したら当然お披露目もあります。はい、えっ、ー、とそんな感じですね。展望はでもう一つはこれはね、あのー、どこまで言っていいかわかんないし、正直できるとは、うんまあ、とりあえずやってみようっていうことなんだけど、これに関してはちょっと言えないですが、あのー、とある人にコンタクトを取りたいなと思ってます。 あのー、直接お話をしたいなって思ってそのまあねこれに関しては今までもその誰かと話したいという形であのー、ロズフレスペースね例のまあ、あのー、多分来月中に切り抜きを上げるつもりでいるけどあのあの天の鳥フレイヤちゃんと,、えー、と一緒にスペースをさせてもらったりとか。 えーとまあもっと言えば「奈良様」のね「十津町」もそうなんだけど、まあ、あと「ミクロとスペース」とかやってたのもそうなんだけどああいうのの枠組みの一つとしてその直接話していろいろ聞きたいなっていう思ってる人がいてえー、と、まあ、過去にもね何人かその俺がグループをがっつりやってる時とかにはグループで一緒にやってることをやったりもしたんだけど、まあ、そういうのの一環としてやりたいなと思ってるんですよ。 でやりたいんだけどただその,その人の立場もあるしその人の状況もあるしややこしい人なんであの一概に「じゃあじゃあお願いします」ってその連絡手段はゼロではないんだけど正直だけど「そのじゃあお願いします」って言ってその人がそれを通すかとは言えないしあの興味本位じゃないっていうことを知らせたいしどっかとつながってあなたと接触しているわけではないっていうことも伝えなきゃいけないから。 あのかなり俺も今そう思われたくないしかといってそのじゃあその下心的な言ったらその再生数が欲しいとかバズらせたいとかっていう意図もゼロではないしでも純粋に話を聞きたいのもあるし純粋に接触したい部分もあるしそのどうなんだろうなって思う気持ちもあるしでもそっとしといた方がいいのかなって思う部分もあったりするから。 そのめちゃくちゃ今難儀してる部分でうーんまあそういう部分もあってまあその前にねツイッターの方でそれこそロックされる寸前なんだけどにこのツイートもさせてもらったんよもしそのツイッターを別名義とかでやってらっしゃるまあ言ってその人のツイッターの赤は残ってるんだけど。 あの転生して別で動いてその個人垢みたいなのでやってるかもしれないからもしかしたら偶然でもそれをそのタイムラインなり何かで見つけるかもしれないのでもし見つけられたら「お話ししてくれませんか?」みたいなことを「俺悪いようにはしないので」みたいなことを多分ツイートしたんよね。 あれからロックされたからなんか,なんか闇の勢力が動いたのかなと思ったけどでも正直そんな闇の勢力が動くような内容でもないんよ確かに闇は深いと言われてるし黒歴史とも言われてるけどあの別に誰かが動くような大げさな話じゃないんよまあ動くとしてはホロライブぐらいのことで正直ホロライブホロライブも動かないな正直だからうーんそんな大きな力が動くような話ではないんだけど うんなんか今すすごく難儀してます、うん、ど,うどうしたらいいのかなと思ってどうしたらそのいい形でその人と直接お話ができるのかなっていう前にも俺それこそ今みたいに復活される前にその三毛猫さんがねそのルシアちゃんっていうかルシアちゃんからその契約解除になって三毛猫さんとして一応そのツイキャスとか。 YouTube ライブとかをやるようになられてからまだが立ち絵もない時ね立ち絵っていうかまあ 2D モデルもない時に三毛猫のその 2D モデルがない時ねにあのまあそれこそその V 少女にもまだ所属されてない頃にねあの接触したいと思ってたんよで結構なんか連絡を取ろうとしたりとかあとその。 そのひあのね、三毛猫さんがね、当時あの、スペースをたまにやってたんよ。最近はやらないけど、さすがに。今の状態でやったらとんでもないことになるんだろうから、やらないけど、当時やってたんよね。で、俺、そこにさ、そのまあ、結構、リスナー凸をやってたりされたから、前にも多分、三毛猫スペースっていうタイトルで、多分、ね、ラジオで話したと思うけど、そのやってらっしゃって、で今の俺、赤じゃ名前が違ったから、 あのー、ちょっと、まあ、今でも怖いと思うけど当時もやっぱ怖かったみたいで特にその当時ってアンチがめちゃくちゃ多かったからしかもなんか俺の前にさトツで上がって俺の前っていうかその先に一番最初にトツに上がった人がさなんかめちゃくちゃいい感じに話してたのに実は元アンチですみたいな感じになってさなんかいろんなものがなんか信用できなくなったみたいでみヘネこさんがねで怖くなったところに出て,出てきたのが俺だったから、あのー、めちゃくちゃ怖かったみたいでさすがに上げてはもらえなかったんだけど。 だまあそういうこともあったからその今度こそはっていう気持ちもあるしかといってでもそのミケネコさんとは状況が違うからねその表に出てる人だからあの人は今でもそのルシアちゃんとか関係なくルシアちゃんでああなった後も常に表に出続けてる人だから矢面に立ち続けてる人だからそれと違ってその今。 一切表に立ってない人に対して行動を起こすわけだから正直迷いもあるよね余計なことすんなよっていう部分もあるだろうしなと思ったりするからえなんかその辺ちょっと今難儀してるんだけどまあ今後の展望としてはやりたいなと思ってます俺の活動としてはね相手方の気持ちは分かんないしもしかしたらその個人的にお話はできてもそれを表には出せないかもしれないっていうパターンもあるかもしれないんでこれに関しては あのどう転ばるかわからないけど、とりあえず立ち絵の件とさっきのロズフレスペースの件は、えっと、表に出そうと思ってます。はい、そんな感じですね。だから、これからまあ、ロズティアバージョン2になったりすると思うんで、よかったら、えっと、その方も楽しみにしてもらえたらなと思います。なんか、何人かね、その、俺の知り合いの、あの、ネキちゃんとかのさ、ネキちゃんって言っても伝わらないんだけど、ツイッターのね、知り合いなんだけど、その人とかの、一緒になんかスペースとかやってたやつらとかでも、なんか、 2D モデル早く作ってなんか V になってってまた言われ始めたんで前もよく言われてたんだけど俺がさ VTuber の評論を始めた頃にさ早く VTuber になれよみたいなこと言われてたんだけどまた言われ始めちゃったからえっとまあまあその辺も徐々にね進めていきたいなと思いますロッテアバージョン2バージョン3にねなっていきたいと思いますはいそんな感じでロッテアでしたバイ